はい、どうも、ひろとです。よろしくお願いします。本日は皆様に謝罪することがあります。2022年、もうすぐ終わりますが、今年はたくさんのご心配とご迷惑をおかけしました。今年最後のノックをやっていきたいと思います。今年たくさん失敗したことをいい方向に持っていけるように、この失敗を糧に頑張っていきたいと思います。早速、ノック行きましょう。レッツゴー。はい、ここからは私ヒロトがアフレコを入れていきます。そしていきなりエラーです。悲しいです。切り替えてキビキビと動いていきます。今年最後のノックということなので楽しくやっていきたいと思います。声出して元気よくやっていきます。そして次、あー惜しいなこれ、本当に惜しい。マジ取れなかったのが悔しかったぐらいの悔しい。前日の良平に引き続き、ヒロトも飛び込んでいきます。長板合わせて取れました。しっかりとね、体を入れて取れたので、OK です。これも体を入れてしっかりと取れました。正面入れたので、グッドです。はい、これ、長板取りに行ったが、ラガースの脳体の影響ありなのかもしれないですね。単純に取れなかっただけなのか。はい、次はイージーだったので、ステップをしっかりと踏むということを意識しております。これは入り方がいい感じです。入り方がいいと取ってから早くもできるし、ステップの仕方も変わります。今年は強烈な打球もたくさん受けてきました。はい、次、これは取ってからステップを意識しております。今年前半はステップ踏まずに暴投が多かったので、しっかりとステップを意識しております。ステップね、一つ多いだけでも送球の強さが違ったりするので、練習の時はおすすめです。はい、この強い打球に対して一歩目も良かったし、止めた時に前に止まってくれたので、あとが早くできました。なんて言ってるのって言われましたね。この後この強い打球、グラブが下から上と出ております。これも入り方いいですね。ハリッパーハルバーク、これも取ってから早く意識しております。三遊間の打球なので、やっぱり取ってから早く意識しております。はい、次の打球なんですけど、全然届かずもナイスダイブ。これチャレンジがやっぱり大事なんですよ。チャレンジすることでやっぱ届くか届かないかっていうのが分かる。これもうまくバウンドアーズ、これね、これ見てください皆さん、恥ずかしかったですこれ。これね、すごいね、綺麗なトンネルです。はいはい、次の打球切り替えてしっかりと捕球。はい、使用したグラブはディオです。今年は本当にお世話になりました。イベントごとやいろいろ、本当に撮影やらご協力ありがとうございました。これうまく下から上で投げましたね、ディオー。はい、この打球は取ってから早く、多分これはワンバン送球になると思います。りょうさんには本当に食トレでもお世話になりました。本当に食べ放題大好きなので、またよろしくお願いいたします。これはしっかりと合わせて、しっかりとステップ、これね、ゲッツーですよ。ゲッツーの動きも入れないとやっぱ練習にならないです。これもゲッツーの動き、届かないけど飛んでいく。これね、無様なんですけどね、あんまね飛ばないんですよね、三遊間ぐらい。これもね、しっかりと下から上取れました。ここまさかの公式球でした。多分気づかないと思います。メジャースタイル、メジャースタイル。これもね、うまく合わせましたね。いい間の取り方ですね。ラスト残り1分です。今年のノック、ラストノック1分。最高だー。元気よくいきましょう、元気よく。あおりあおり。あおりあおりとか言われてるんですけど、あの、あおり下手です。すみません。エガにはしっかりあおるのにだって。ちょっと弱いな。エガさんは豚なので、堂々とあおっていきます。で、あおってエラーは草。やばいですね。まあ、あおってエラーでも、まあ、エガさんは豚なので、仕方がないです。もっとでかい。元気よく行きましょう、元気よく。
ス飛んでもね、一球も取れてないっていうね。これも下から上。はい、しっかりと合わせて取っていく。これね、強い打球、ライナーなんだけど、下に潜り込んでっていうか、取れてますね。やっぱりね、飛び込んでも一球は取れなかったです。なので取れなかったので、もう一球いきます。ラストは、しっかりと補給して、しっかりと投げる。よと2022年ノック終了でございます。はい。ガイシャか。これが僕の本気です。本当に、たくさん飛んで、まあ、たくさん練習して、まあそういう、ね、年にはなったのかなと思います。今年は。で、いろんなことを失敗して、やらかして、まあ、動画消して、まあいろんなことあったと思いますが、来年2023年もいい年になるように、これからも精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。